なたの目玉をエレキエット何者なんじゃなんじゃもでーす。おはこはらちゃーん。なんじゃものどんなもんじゃ TV の実感だぞー。僕はなんじゃも、パルデア地方発光シティのジムリーダー、そしてネットに動画をアップして夢を振りまくインフルエンサー。この生配信に来てくれてありがとう。本日も全世界の皆の者に向けて動画を配信中。いやー、今日のパルデア地方は晴れてるね。こんなに天気がいいとポケモンたちとピクニックに行きたくなっちゃうな。でも僕ってちょろっと有名人でしょ、だからなかなかそれも叶わないんだよね。ぐっそん。まあそんな話は置いといて、僕とっておきのゲームを思いついたんだ。みんなのもの気になるでしょでしょ。それでは発表、なんじゃこの相棒は何者なんじゃゲーム、イエーイ。今回の挑戦者は配信を見ているみんなのもの、つまり君。ルールはとっても簡単。今から僕の相棒のポケモンの特徴を言っていくよ。で、みんなのものはそれがどんなポケモンなのか予想してくれたまえ。どんなもんじゃ TV でじゃんじゃん投稿よろしく。んじゃもう早速ゲームスタート。なになに、触った感じはプニッとしてるよ。コイルですか？ブッブー。僕の頭のこれは髪飾り、かわいいでしょ。素早さは動きはちょろっと鈍くてのんきなイメージがあるかな。どんな見た目？見た目ね、コブが2つあるんだけど、それを目玉と間違えちゃう人が多いんだよね。タイプは？もちろん電気だよ。僕は電気タイプのジムリーダーだからね。そうそう、電気といえば体が伸び縮みしてお腹で発電するんだよ。そして何より超キュート。ま、僕の相棒だから当然だけどね。さーて、ヒントはここまで。僕の相棒のポケモン分かったかな。気になる答えは次の配信で。皆の者の予想コメントでどんどんバズらせ、じゃなかった。次の配信までにどんなもんじゃ TV でどうして